紹介してないよ。和太鼓奏者の隼人さんでーす。よろしくお願いします。隼人優太さん。そう、隼人の中の花田氏優太さん。隼人の一番下になるしね。隼人で。隼人で一番下の。はい、3兄弟の和太鼓奏者のうちの一人、後ほどもしかしたら、はい、一番上のお兄ちゃんが駆けつけてくれる可能性がありますので大です。はい、大です。和太鼓奏者です。皆さん和太鼓なかなかね聞く機会ないと思いますけど、はい、でも和太鼓は多いんじゃないですかね。そうですか。津軽三味線より多くないですか。ああ、そうかもね。やっぱお祭りとかで叩いてる。そうそうそう。叩いたことあるっていう人、やったことあるっていう人がもうすでに三味線より多いんじゃないですか。お祭りで太鼓？だからうちの田舎のお祭りは、あの羊の首をバッて切って、それをあの太陽神の神のところに池に支えるやって、で、みんなで3日寝ないで。やめなさい。そういうお祭りだから太鼓とか出てこなかったり。地元バレるだろ。やめろよ。地元がバレるだろ。検索したら。出身はどちらですか。出身はね、まあこっから歩いて。ここ上野です。ここ上野です。上野です。出身はこっから歩いて20分ぐらいですね。あ、こっから歩いて20分だとちょうどあれだ。ライオンと。動物園の方に歩いてない。動物園20分かかんないよ。動物園の方に行くからって全然かかんない。動物園で一回入場料払って行って、ちょっと突き抜けない、突き抜けない、突き抜けない。ツキノワグマ。めんどくさい。めんどくさいな。これ今ニコネコ大丈夫ですか。大丈夫ですよね。今日は佐藤浩輝君喋っていいですよ。佐藤浩輝君前回コメント来てますよ。ほんと浩輝ニコニコのモニターなんか調子悪いんだよね今やってます。ありがとうございます。はい、はい、あ、すみません、今朝分票あります。はい、はい、あ、すみません、失礼いたしました。いいですよ。あ、支払い大丈夫です、分かってます。はい、分かってます。下の、はい、はい、下の、はい、さあ、そんなこともそんなこともありつつガチでレストランで撮ってますからね。はい、まさか中国人が伝票を取りに行くとは思いませんでしたけれども、さあ今日は和太鼓の隼人さんということで、はい、じゃあ早速お DVD 行きましょう。いいですか。告知です。いいですか。 DVD の告知をかけてなんか僕と対決するっていうことですか。じゃあそうですね。じゃあ対決で銀ちゃんに勝ったら告知ができるという。はい、はい、行きましょう。何がしましょうか。じゃあやっぱエアーそば。エアーそば対決。兄さんこれとりあえずユーストです。あ、ってます。あ、僕知ってます。あ、まあニコニコの人でも見てる人でもいいですけど。あ、なるほど。こ中華料理屋さんなんでそばでも日本そばじゃないです。落語じゃの感じじゃなくて、うん、担々麺。担々麺。エアー担々麺。エアー担々麺。エアー担々麺。わかりました。どっちからでやりますか。じゃあエアー担々麺対決の、はい、じゃあ先行後攻、じゃあエアー杏仁豆腐でいきましょう。めんどくさい。じゃあエアー杏仁豆腐から。じゃあどっちからでやりますか。僕からじゃあエアー杏仁豆腐。はいはい、やってですよね。はい、じゃあいただきます。あ、これ本物のやつだ。これ寒天じゃないやつだ。これ。あー、なるほど。はい、ありがとうございます。あー、なるほど。喋っちゃってるけど大丈夫。確かに。それは限定です。限定です。限定です。喋ってるやつは限定です。なるほどって言ってたの。じゃあ、どうぞ。じゃあ、いきます。エアーニンドさん、ちょっと無理ですね。いや、うまい、うまい、うまい。よかったですよ。俺がでも知ってるアルミンドってちょっと違ったな。やりたい。じゃあちょっとやってみて。やりたい。じゃあちょっと待って。俺が知ってるアルミンドはねえねえねえ、さっきのお祭りだよ。お祭りの下りじゃんかよ。あれ、俺の知ってるのとちょっと違った。あ、じゃあ今じゃあ勝ちです。どっちかやります。じゃあ先攻か後攻か。これでやっと、やっと
対決で。いやー、タンタン麺。じゃあ、最初でいきます。おおおお、強い。最初でいきます。最初。じゃあ、いきます。じゃあ、3、2、1、どうぞ。そうでした今。俺ちょっと分かんなかったんだけど。見たことない。シザーハンズかと思ったら。ジョニー・デップみたいだった俺。シザー、どっちでも食えるみたいな。そう。はい。まずいね、頑張んなきゃ。じゃあ、ヒコマロ、ヒコマロ行きましょう。誰がヒコマロだ、ヒコマロじゃない。コメント言いたくなっちゃう。いただきます。エアーなのに体重がどんどん増えてる。増えてない、増えてない、増えてない。エアーで太ったね。エアーダイエットする。エアーダイエットしてやるようだった。すごいな。だから今ちょっとですね、はい、こちらの方がなんか熱々感が、はい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 、見えましたんで、よし、小林くんの勝ちです。これコメント見れないんですか。見れますよね、そっち今。とりあえずコメント今んとこはないです。ありがとうございます。今日、辰馬さんが出てないから。今日は辰馬さんいないんですよ。その可能性で。じゃあ、お願いします。はい。はい、じゃあ、決定させていただきます。はい。僕がやってるその和太鼓兄弟ユニットハヤトというグループで、去年ですね、去年、DVD を出しました。去年。一昨年。13年。13年。これ自分のですそれ。逆転勝ちしようとして、13年、はい、13年の12月に、発売です。はい、近くで売ったのですか。ひまつりというタイトルで、その2013年の7月に、荒川区の町屋のコンサートホールで、はい、やったコンサートを収録した DVD になります。ライブなんですか。そうなんですよ。あ、うん、なので実際お客さんがこう騒いでたりするのも入ってたりするので、うわー、ぜひぜひライブ感盛り上がってる感じが、はい、あるので。飛沫、これはどこで買えるんですか。これはハヤトのホームページでも買えますし、あ、まあ、一番ハヤトホームページです。あとはハヤトの演奏を実際見に来ていただいて、なるほど、会場で、ね、なるほど、買っていただくのが一番早いかなと。僕一回だけこれ見たことあります。近所の、はいはい、ゲオの奥の方のカーテンを開けたところにこれ一個ある。いやらしいビデオじゃないから。やめなさい、それ。入った。勘違いする。タイトル何でしたっけ。タイトルはね、はい、ダメだ、ボケらんない、ひまつりです。あ、ってことはこれは羊が登場してきて羊の首をこうでガンガン。そういうお祭りの。あれは火祭りじゃないです。あ、違うんですね。それ好きだなぁ。大好きじゃねえかよ、それ。なんか、まあ、京都の方に火祭りというのがあるんですけど。モチーフがあるんですか。そうなんです。それのこの、DVD で一番最後に火祭りというタイトルで1曲入ってるので、それのなるほどタイトルにさせてもらってます。20分、30分ぐらいの曲かな。え曲が。そうです。すごい。そう、これ2、30分長編の曲としてやってますので、すごい、ぜひぜひ。じゃあメリーポピンズみたいな感じだね。いや、そう、ミュージカルじゃないからね。どういうことなんですか。だからずっと曲でずっと何か、まあ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 、でもそうですね。あ、そうなの。そうなの。ストーリーもうその通り、ストーリー仕立てになるんですよ。そうなのね。よちなみにでもこれそんだけ入ってるってことは結構お高いじゃないですか、これ。これね、安いんですよ。でん。でん、3800円。あー、安いんですかね。わかんないですけど、この。普通です。いや、でもお得ですよ、絶対に。そうですね、大体1時間ぐらい入ってるので、うん、ぜひぜひ楽しんでいただければなと思います。なるほど。はい。あれですか、なんかじゃあ、特典映像とかも入ってるんですか。特典映像はね、入ってません。入ってない。なるほど、お堅いです。はい、面白そう、見たいなぁ。で、これ、全編がライブなんですか。そのライブが、はい、
そうですね、コンサートの内容を撮ったものを編集してのもある、混ぜたり中の、5曲を抜線して、抜線というか抜いて入ってます、ね、なんでライブが全部入ってるわけじゃなくその中の5曲が入ってる、はい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 、あ、でも一応全部お客さんの前で叩いてるってるやつですか。そうなんだ。じゃあライブ DVD みたいな、そんな感じです。の中で全部全編というわけじゃないけどっていう感じですね、はい、すごい。やっぱり太鼓叩いてるし。そうなんですよ。ね、残念ながらね、太鼓しか叩いてない。あ、笛が入ってるかもしれないね。笛、うん、なるほど。口笛じゃないですよね。口笛じゃないです。そんなね、そんな陽気じゃないの。なるほど。いやでもこれ、ハヤトさんの魅力がたっぷり詰まってる。はい。太鼓がちょっとね、太鼓が叩ければどうだったらよかったんですけど、国会関係で、そうですね、太鼓が叩けない、ね、なんかないかな。あ、太鼓ありました。振りますね。振りますね。ちょっと僕持ってますんで、なんか叩けますか。すごい。セッションしますか。セッションしますか。そんな大きい音出ます。これ限界です。あ、じゃあ、ちょっと近く行って生演奏を今日はお届けしましょう。あ、三味線いらないです。いらないですか。あ、いらない。ソロで。じゃあソロで、はい、火祭り DVD ホームページで売ってます。絶賛発売中。まだ2013年ですから最近の、はい、ハヤトを皆さん3800円で自宅で車の中でどこでもすぐに堪能できます。ハヤト DVD 3800円、ハヤトホームページからお申し込みください。ありがとうございました。すごいね、打ち込みが強いから。打ち込み、俺だってこれ当たんないもん、なかなか。さすが話題放送者。すごいですね。コークちょっとどうですか。来ないよ。さあ、今日は佐藤幸喜くん、よいしょ、痛い。あ、出てきました。はい、イエイ、来ました。失礼します。出ました、佐藤よりも甘いマスク、佐藤幸喜くん。ありがとうございます。ここは何回か、どっかで何回かお会いしてますけど、ちゃんとこうやってご挨拶するのは初めてかもしれないです、はい、家も実家も近いですね。実家どこでした。僕根岸です。根岸のどの辺。根岸のどの辺。根岸のローソンあたりですね、うん、ああ、ローソン、ローソンのどこら辺に入ってくるの。ウーピーです。プレゼントが届くかもしれない。あ、もしかしたら。なるほどね。あ、え、どちらの、ここから歩いて20分ぐらいです。動物園の方、動物園の方。会場所料払って。なるほど。さあ、コックくん、はい、久しぶりの登場じゃないですか。そんな久しぶりでもないじゃないですか。前回1回ね、ちょっとお休み。そうですね。っていうか、まあね、僕らの足立区だった、はい、母校のファンを待ってましたよ。あ、ありがとうございます。プロデューサーじゃなくて、尺八がね、あればよかったんですけど、いかんせんあってもね、ここがね、中華料理屋さんなんですよ。そうですね、だから楽器出せない、ますからね、尺八みたいのがなんかある。これこれですか。吹けます。中身ない方がね、ない方が吹けます。これちょっと待って、吹けるか吹けないかでいいです。無理しなくていいですよ。多分吹けると思います。おお、マジですか。じゃあちょっと生演奏、今日2回目の生演奏ですよ。暑苦しい、皆さん暑苦しいな、考えられない。行きましょう。それでは暑苦しい、じゃあちょっと DVD 持っていただいて。いいですよ。ハヤト DVD 火祭り3800円、ハヤトホームページでお申し込みいただけます。さあ、アベアチャンネルで、三陸チャンネルでも募集します。尺八の音に乗せて火祭り、ぜひ皆さんご自宅で車の中でハヤト堪能してください。素晴らしい。
いやいい宣伝ができました、ね、同じくらいのクオリティには持ってない。やっぱりプロですよね。さすが。あるものだよ。ちょっとやマジで鳴らしてきた。人前で初めて。さてそのジャンル開拓しようとしてるぞ。ペットボトルペットボトル。まだ。穴開けちゃって。ライオニアだね。だから吹き。だから。素晴らしい生演奏が、はい、もうできる限りのことはやりますよ、うん、ね、この限られたことの中でね、はい、やりますよ。和太鼓は、はい、いくつからやってるの？和太鼓自体は、僕は小学校3年生なので9歳ですね。もうその時はすでにあのお兄さん2人はやってたんですか？やってました。先にやってた、うん、一番最初に2番目の亮太が入って、でその1ヶ月後ぐらいに長男の啓太が入って、で でそこが小学校3年生からしか入れなかった。へぇ、僕はその時まだ小学校1年生だったので、うん、3年生になった時に入った。みんな名前はちょっと似てるなんですけど、一番上が啓太、2番目が亮太、亮太、最後ペーター。最後はね、シュータっていうんですよ。ワン。シュータ実は4なら4ですよね、謎の。あと謎のね、謎の。覚えました。ちょっとじゃあ覚えてもらえないじゃん。リョー、あ、じゃあケータ、リョータ、ペータ。ペータじゃない。ペータさんじゃない。違うっすね、失礼しました。先輩に向かって。クララ。クララとかいないですから。あれ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 、おっ、あ、来ました、来ました。どうぞどうぞ。待望の長男の。あれ、流れてるのこれ。どうぞどうぞ。ケイタさんです。どうも。どうぞどうぞ。あ、こう聞きましたよ。今ですね、すごい盛り上がりを見せたのがね、生演奏ですね。エアータンタン。エアータンタンベアと生演奏。ここまで何のこっちゃ分かんないですけども。お邪魔します。今ですね、はい、DVD の宣伝をかけてゲームをしていただきまして、見事に勝ちまして、宣伝をしてくれたわけ。宣伝をしました。素晴らしい。3回したよ。長く結構長く今のところほとんどが DVD の宣伝と言っても過言じゃないネタがないみたいな。ただ今つけた人がいるかもしれないんでね、はい、でもやっぱ宣伝したいですよね。でも3回したならもういいかな。いやー、火祭りっぽいジャージですもんね。なんか火祭りっぽい。カラカラね。カラーリングがちょっと力もありますね。あ、ちょっとね。あ、ちょっとちょっとちょっと。ゲームに勝たない。そうか。分かりました。なんか食べます？何それ？エアーで。エアーで。それ何、何のゲーム、何のゲーム、何で。ちなみにさっきは、うん、あのエアータンタン麺をかで僕とユータさんが対決して、うん、まあ、うまかったら告知できるってことで、うん、どっちが先にエアータンタン麺をやるかっていうのをエアー人豆腐で決めたりとかしました。難しいです。全然意味が分からない。何それ。はいはい、やればいいんでしょ、やればお兄ちゃんとしてやればいいんでしょ。まあ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 。何何何、ちょっと。じゃあ何がいいですか。何やんの。何。じゃあ。キーちゃんさっき見てて多分やりたかったんですよ。そうなの。多分すごいやりたい。いやそんなことないですよ。じゃあやっぱ。じゃあやんなくていいんじゃない。やらしてくださいよ。やらしてくださいよ。楽しいね。これやっぱね、熱々やっぱあった方がいいと思うんですよ。リアクション取りやすいんで。小籠包。小籠包。エア小籠包。小籠包。小籠包さっき食ってないけどね。よし、じゃあ、どっちかと思います。さっきその、なんか見てたんでしょ。どうしてもそこから、あ、金ちゃんから。じゃあ、じゃあ、行きます。そっか。めっちゃ喋ったら限定なしです。あ、もったいない。はい、ありがとうございました。喋ったら限定だよ。喋ったら限定だよ。そうか、注文するときはいって言ってました。初っ端から声出てました。
そういうことだ、ね、あ、ただ、いろいろこのお酢とか、なんかラー油あたりのあー、はい、うん、持ってくるとこやるごめんなさい、こんな、ほんと改めて今見てて、うん、こんなことやらしちゃった。ごめんなさいっていう気持ちが今。だいぶ、こんな、あれ、仕上げてきてますね。暑さが、格段に暑そうです。暑いでしょ、この子は。そうですか。暑いよ。なんか、トータルの、食べるまでとか、食べた後の感じが金ちゃんの表したがってたんですけど、暑さがもう断然、なんで。なんで。なるほど。告知ということで。3回したんだよ。何をすればいいの。わかりました。何を、じゃあ、言うたら言ってなさそうなことね。あ、ぜひ。DVD です。火祭り。はい。このぐらい、はい、いいと思います。です。ハヤトの国劇という火祭り入った。言ってるな、きっとね。いや、言ってない。言ってない。全然言ってない。言ってない。何宣伝したんですか。国劇じゃない。国曲。国曲。京都の八橋の話しかしてない。いやいやいや、京都の祭り、まああの太鼓打ちだけじゃなくて、今みたいなね、あのちょっとパントマイムみたいなのも含めて、踊りの要素とかも入ってるんで、そうそう、なんで動きも含めて楽しめる作品です。よろしくお願いします。いいですね。次だって特典映像は入ってません。値段は3000円ですみたいな感じで、ちょっとずつテンション下がる。何売りたくない。いやいやいや、違う、まだ残ってますんで。まだ残ってるっていう。1年経ちましたけど、まだあります。はい、いいですよね、でも DVD やっぱ、うん、若い子やっぱ DVD いいですよね、絶対。そうですね、うん、その動きとか所作でやっぱり、うん、ね、そう、あのね、音だけじゃやっぱり、ね、分からない、ね、CD だけですね。でも、まあ、楽器全部そうだから、2人も DVD だって作ってないのか。学生の頃ちょっとアルバイトで出たことありましたけど。何の DVD 出てるんですか。それさっきの話じゃないけど。どっからだっけ。怒られる。監督名で言うのかな。検索できるな、監督名で作品で。嘘です、嘘です、冗談ですよ、もう本当に。作ってくださいね、二人も。そうですね、なかなかDVD のホストのこととかも考えるんで、いきなり真面目な話になっちゃいますけど、多分これでお金ないんですけど作りたいんですって、ぜひただでもやってくれる人お願いしますとか言っとくと、多分出ますか。いや、来るんじゃない。お金取りたい人みたいな。そう、もしかしたらそれでも、そんなやってもいいよ。じゃあ、CD ではやっぱ伝えられない部分、やっぱそれはライブ感であり、その表情なり、こう、熱い…あっちにいた方がいいんじゃないか。すごい、確認しながら、確認しながら、なんでか、なんか、俺がお金出そう、俺がお金出そう、なんで俺の情熱を。DVD、やっぱ、早瀬さんみたいにかっこいい DVD が作りたいんですよ。で、大地、そんなね、お金も資金もないし、けどね、なんとかしたいんですよ。ねえ、金ちゃん。ね、変わってさ、なんか10年前から変わんない。なかなかね、難しいですよ。いるかもしれない。なんかこうちょっとこう和楽器に興味があって、はい、しかもちょっとこう三味線短くてもいいからね、一曲でもいいんじゃない。はいはい、ちょっと撮ってみたいみたいな、ね。なるほどね。合わせていただけるんだったらやりますみたいな人。PV みたいなのもいいですよね。そう。ああ、がっちり演奏してて。うん、そうだね、それいいね。だって CD もあるんだからね。そうですよね、ありますね、もう、はい、確かに。ハルさん、なんか YouTube なんかハヤト PV みたいなのありますよね。あ、それだっけ。あ、あったの、あったの、ありますよね、同じの見たってやつね。ひらがなですね。は、はい、やとひらがな。あ、てん、や、てんとです、うん、そうです。はい、や、今後のなんかあるんですか。大きい展望みたいな。これハヤトですか。ハヤトは、そうですね、夏にちょっとね、大きなコンサート参加させていただくんで、8月かな。
まだちょっとあんまり言えないんですけど、はい、まあ、そのうち告知するので、まあまあでも、まあ、横浜の方で、ね、へえ、横浜でっかいのあるんですか。そう、1000人ぐらいの規模だと思う。まあ、あのワンマンじゃないけどね、なんかさせてもらう。あとは年末にライブやります。あ、もうなんだかんだ年の瀬ですからね。気がついたら、気がついたら、はい、毎年恒例の、そうですね、毎年恒例のやります。あとはまあちょこちょこやるときはお知らせするんで、ぜひホームページに入れる、ぜひ見てください、本当に、うん、本当は迫力の演奏をね、生で今日お届けしたかったんですけど、まあ、生演奏やったか。やったんでしょ。じゃあちょっと対抗に今、用意しますんで。何でやったの。兄弟のだから違い。あーね、さっきはいや、もうさ、さっきのでいいんじゃねえ。俺これもういいんじゃね。すごかったですよ。ゆうたさんはかなり一気にこうバーってコメントが、マジ来たとか来てないとか。いや、もうさっきのがピンクじゃない。このこれ最後、お別れのエンディングで、エンディングで、もう残り時間ないですもんね、本当に。もうそうか、あと1分ぐらいしかないです。あと1分半です。じゃあ、あと1分半、最後エンディングでこれでね、これでやるの。ケイタさん、立ててください。僕宣伝します。この音に合わせて、うんうん、何、刻めばいいの。刻めばいいの。これ、ちょっとね、近い方がいいです。音が近い方がいいです。ちょっと、いいですね。あ、いい音するね。そうなんだ。本日のゲスト、はやとさんの2人で、あ、今日3人の兄弟の中でね、2人、あ、もうちょっと上です、最高上にしてください。はやと DVD 火祭り3800円でホームページからお申し込みできます。このもちろん、アウェア公式チャンネル、ツイッターでもね、募集してますので、はい、車の中でもですね、家の中でも、どこでもすぐにはやとさんを感じ取ることができます。はやと DVD 火祭り、ぜひ書いていただき、すごい。さっきとクオリティ全然違う。うるさいな。さっきなんかトンコトンコトンコみたいな。わあ、さすがに残り20秒です。20秒。じゃあまた来週も日曜日。はい。この後営業頑張りましょう。そうね。この後営業です。楽しみにしてください。ありがとうございました。